セッペリン・シュターケン R144 機のアウストロダイムラーエンジンを積んだ最初のバージョン。セッペリン・シュターケン R14 は、セッペリン飛行船会社が製造し、第一次世界大戦で使用されたドイツの服用爆撃機、セッペリン・シュターケン R6 の派生型である。この機体は、リーゼンフルークツォイゲと呼ばれた大型爆撃機シリーズの一種で、当時使用されていた、 飛行船よりは脆弱でないことを目標としていた。製作会社の名前を一般に、チェッペリン・シュターケンとするが、これは、チェッペリン飛行船会社が製作した、航空機の内ベルリンの出版ダオクに置いた、シュターケン製作所で作られたものであることによる。原型のシュターケン R14 は2つのエンジンナセルを装備し、それぞれの内部に350馬力の、 アウストロダイムラー V-12 エンジン2機を牽引、推進式に配置していた。これらのナセルは飛行中の点検を行うのに十分なほど大きい。アウストロダイムラーエンジンは原則装置なしに収容されており、当時では最も強力なものとして利用できたが信頼性に欠けることがすぐ判明した。1918年4月12日。 採用プログラムの第二次飛行において、後部エンジンの一本の連結ロットが破断した。アウストロダイムラーエンジンは、バッセウント、ゼリフェの300馬力エンジン4機に交換され、1918年5月10日に予定された試験飛行に備えた。未検証のバッセウント、ゼリフェもまた疑わしい機関であり、ピストン固着の傾向があった。そこでこれらのエンジンは順々に撤去された。 245馬力と出力が小さいが、高圧縮で信頼性のある、マイバッハメガバイト、アイバが好まれたのである。セッペリンシュター兼 R6 と同じ性能を維持しようとする試みにより、第5のエンジンが、機種に装備された。第1次世界大戦の後期、航空部隊観察局により回収型 R4 ティネが4機、発注された。フォーティネは、幾分重量が軽減され、 上昇率や巡航速度、そして搭載能力向上のために変速装置のついたエンジンが使われていた。これらの機体は1918年から1919 19年の間に製造された。R14 ではベルリン西部のシュターンにあるフルークツイクベルフト GMBH が生産した5機のマイバッハエンジンを積んだ回収型。ッペリンシュター r 4 3 17アーフ501は8月10日に撃墜された。戦果を挙げたのは、イギリス陸軍航空隊のナンバーワン51、飛行隊所属、ソッピースキャメル D6573 に登場した AB ユルタイである。この機は、フランスのドゥラン近郊、タルマの1マイル西に墜落し、搭乗員全員が戦死した。5機のエンジンを装備した豪機が夜間に飛来し、 幾発かの爆弾を落とした。単焦灯がこの木を捉え、この時、ドイツ機は我が軍の機体が飛行していることに驚いた。すぐにドイツ機は判別され、これに向かっていった。数分の戦闘が行われ、すぐに我々は大きなゴー機が炎上するのを目撃した。この木は墜落し、何名かの兵士が燃える残骸へと走っていった。この際、 爆弾の一つが加熱によって爆発した。近くにいた者たちの幾人かが死亡し、より多くの兵が負傷した。この機は8名の搭乗員によって操縦され、3名は射殺、4名は焼死、1名の士官が落下山で飛び降りたものの解散に失敗し、彼もまた死亡した。ダイアリーオブ、トーマス・スペンサー搭乗整備員をエンジンの間の配置場所に乗せた r 1ネ。 データは客中による、主要所言性の併走、ありがとうございます。